こんにちは。今日の感触のコーナー、 Have you watched 花吹雪's new video 桜 in 京都木屋町。People gathered under cherry trees. They are dancing, singing, eating, drinking, and smiling. That looked fun. Please check it out, check it out. 桜の動画見てください。というわけでして。さてさて、今日の感触、今日の感触、今日はドーンドーン、京都浜町本店、創業150年、豆乳プリン、プディングです。 This is made from soy milk. Soy milk 豆乳プリン。なんかね、京都の浜町さん調べました。ところてんとかこんにゃくとかヘルシーなものを売っているお店で豆乳プリンを作ったんですって。で、このグリーンティーソースをかける、宇治の抹茶ソースですね。あ、すごいわ。プル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 、柔らかそうですよ。緑グリーンティーソース、お、とろーりとろりと、こんぐらいかける、もうすでにうまそうですね。いただきます。おお、こぼれた。いただきます。あ、この抹茶ソースうまいわ。うん、うまいな、ちゃんとね、なんか、なんやろ、うん、豆乳の味もして、ちょっと苦みある甘い蜜、うん、うまい。なんか桜なんか見るとジャパニーズスイーツが食べたくなるんですよ。うん、うまいです。では皆様ごきげんよう。グッバイ。うまい。